ゲームハッピーボードといいまして、後援者の見守りシステムを開発していただいております。従来の見守りシステムでは、後援者の方々をカメラで一方的に監視するという、一方的な見守りにとどまっていました。そこで、本研究では、ゲームハッピーボードを提出するという後援者の方々のパスワードの情報を、まあ、提供したり、結果的に見守りにつながるような規制も出しております。ユーザーには毎日、ミッションが行われまして、そのミッションを達成しながら、使っていただく形になります。そのミッションは、健康映画を担当のタイミングの3つにありまして、健康では、体重などの情報を記録してもらっているか、笑顔では、他の人の笑顔の画像を提供して、自分も笑顔になれるように笑顔の写真を提供してますので、運動では歩数の記録を提供されたりとか、睡眠では、睡眠のペースを上げることによって、より睡眠の質を高めようと、する必要があります。本研究は、国立リサーチの研究所などの8年に実証実験を行っておりまして、1年は約10ヶ月間、実証実験を行いました。